な街の雰囲気はいかがでしょうか。そうですね、とても華やかでホリデーシーズンを感じることができてとても嬉しいです。でワクワクする気持ちでいっぱいになりますね。早速お待ちかねの方も多いので点灯式に移らせていただきましょう。3、2、1、どうぞ。ブルガリーセルペンティースパークル2022点灯いたしました。そうですね、2年ぶりにこのセルペンティのライトアップを見ることができてとても嬉しく思います。でその6色もすごく美しい色でイルミネーションを見ることができて、なんかやっと本当にホリデーが始まったんだなっていう感じで嬉しい気持ちでいっぱいですね。ありがとうございます。今年振り返っていかがでしたか。何かこう特に印象的なことがありましたら教えてください。そうですね、今年はとても大きなチャレンジに挑戦することができて、その海外の方の映画に参加させていただいたんですけど、まだ情報は細かくは言えないんですけど、早く皆様に、シェアできたらなと思っています。ありがとうございます。ではもうそろそろ年末年始となりますが、はい、どのように過ごされたいですか。そうですね、年末年始はやっぱり家族と一緒にのんびりゆったりお家で過ごしたいですね。そうですね、来年もたくさん新しいことにチャレンジして、どんどん、新しいページを開くというか新しいことに挑戦し続けたいなと思います。じゃあこちらお願いします。すいません、こちらお願いします。はい、ありがとうございます。でそのまま右の方を見ていただいて、目線欲しい方いらっしゃいましたら、ね、ぜひ。はい、ではまずコースの下の方ですね、下のシールカメラマットの方に目線で、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。下の方ですね、下のシールカメラマットの方に目線で、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご注目ください。